ブラックの、はい、いやもうすごいですね。僕あんなにお酒飲んだことなかったっすね、うん、これほらここのとこさ葉っぱが少ないの、はいはいはい、これ虫が毛虫が食うんだよ。あ、うん、これだけ毛虫予防しんきゃダメだよ、うんうん、もうへえそうなって言ったかもしんないしまだいるかもしんないけど毛虫がいるんだよ。これなるほど、うん、これあれなトレボンっていう薬、農協に売ってるって分かってるのもらえちゃってマジでうまいけどすぐ死ぬ。散布みたいな感じ。こういうの鼻つかないから。うん、これはちちゃかけって言ってそんな鼻つかない、うん、あの一年中これだけ、うん、だからこれはこういうふうに丸く切っちゃう。これはもうスキミ、ある程度スキミ、ああスキミやって切れば切るほど細かくさ芽が出てくる。ただこういうのもこれそうで別にただこの古民家で庭付きのところで住んでるっていうつながりでいろいろ情報を僕も初めてこういうところに住んだんで教えてもらうとか情報をお互いに共有しながら。いやっぱりいいねすごいね何事もやっぱり経験だからさ自分でやらなきゃ分からない。見てるだけじゃダメなの、はい。ね、いやここに住んでらっしゃるの。ここの 2階に住んでますね。あそう下の方は誰が住んでる。下は特に住んでないんですけど、あのこの間女性のスカート買ったよな。月投げスカートみたいな。ああそこかかってたワンピースかかってた。あそれ僕の彼女が長岡に住んでる。あそう彼女のスカートたまにあそこ多いことだな。早く早く子供を見て今ほら彼女の音があったから彼女の音がね。うちの中聞こえるよ。外で聞いた音がした。怪我すんなよ。はい。足結構よく怪我するけど、怪我するんだ。この横のとこって大丈夫ですかね。うん。これはね、丸くさ、上手に丸く作れる。特にメインで見えるあっち側だから、あそうだね、こっち側から見て、こっち側なんかや、うん、どうなったっていいんだよ。よく見えるように見える側、見える側、お見える側、これなんか落とした。はい。この大きさを保つと、この長いんだっつってるの下と中のこの宿所これ伸びてきてる。これが気になる。いわゆる、あ、マジか。まあ、見えるかね。出島や。ここだけ住んだか、どっかお出かけだったの。いや、金曜からちょっと出てて。出てたの。昨日戻ってきました。あ、昨日戻ってきたの。はい。女の子は昨日来たの。そうですね、多分。ゴミ掃除あるんだよな。ああ、来週です。来週、はい、また来週出てね。はい、わかりました。お願い。はい。雨が降れば、本当に言うから、はい、ダメだね。はい、天気が良くたらダメ。すぐそこらから。
あ、これもこう丸く丸めてあげる、はい、もうあんまり生えないんだよな。だけどあんまり取らないの。そうです。なんだか言うと昔の人がな、原因草取ってたのか除草剤撒いたのかなんかしてたんだよ。だけど種が少ねえから生えねえんだよ。お前んちなんか生えるとすごいめちゃめちゃ生えます。それは種がいっぱい落ちてるからそれさ、だいたいね、まあ、あらね、草がパッとこのぐらいになって出てきたなと思ったらさ、除草剤パーッと撒いて、これでいいや、こんが手押しのポンプの数いて、あれここら辺だったら平瀬と言ってら、こんが白いほうあれでこう撒いておけば3年ぐらい、年に4回か5回ぐらい撒けばあれだよ、もうだんだん少なくなってくる。種が落ちていくからそうなの。ここ種あんまりねえから。でもこれをさ、ずっとね、2年か3年続けてみた、もう草だらけ。メダカ欲しきゃメダカやるメダカ、こんな子メダカ入れてくる。あ、そっか、その上がちょっと詰まって取らないと。あ、そんなの三脚をね。三脚、あ、ありますあります。三脚でこれ取ればいいんだ。そう、取ります、取ります。いや、なんか全然、ね、もう最近なんか雨が多かったんですごい、あ、詰まってるなって若干なったんで。詰まっててやいや、わけもだね、遊びてえしや、そりゃ仕方ねえでば、こんなうちもおりせえなんてのはやな。ほら、おめえらの時なんか、こんなことなんか死んかって。なにこんがんな、庭のこんがん先手なんてさ。やめっけやな。こんなってどこ行くのはな、死んかいやな。まあ、こんなもんだや。いや、寒いですよ、本当に。ガラスも昔のガラスだよ。そうなんですよ。すごい凹凸があるもんな。そうなんです。去年2月ぐらいから住んでたんですけど、結構去年じゃない、今年の2月から住んでた。